こんにちは。こんにちは。作曲家、編曲家、ギタリスト、サウンドクリエイター、田中義則の防備録へようこそ。長いな。うん、長い。肩書きなんて何でもいいけど、伝わらないと困るしね。10年ぐらい前は、〇〇のクリエイターなんて、言ったもの勝ちな肩書きが流行ったね。ポジティブな言葉プラスやれること、というのが基本。うぷ主は爽やか系とアコースティックを売りにしてたわね。自分で爽やか系なんて言えるのがすごいな。服の乱れは心の乱れを地でいくやつだからね。調子が悪い時は衣服に気を使わなくなるからわかりやすいな。さて、ここではうぷ主の防備録。今回はフラクタルの設定でもやるつもりだった。ああ、ロックマンをフラクタルに組み込むやつか。いや、こっち。うぷ主は DG しか持ってないだろう。ディストーションジェネレーターね。ロックマンっていたらサステナーだからな。ビーズの松本孝弘氏が初期に使っていたり、TMN、アクセス、初期の TMR で桂木哲也氏も愛用していたので、イメージは湧きやすいわね。おお、あの音か。ただノイズも多く、音作りが難しく。まさにビーズの音なので仕事では使いどころがあまりないわね。確か買って、ロックな曲が来た時に一度だけ使ったな。アジアンテイストだったからね。ちなみに、こんな音。おお、それっぽい。キックアップは EMG。ノイズゲートはがっつりかけてます。シルクロード、最有機、砂漠という感じだな。ちなみに、これはディストーションジェネレーター。IR はロックマン研究家、ちゃん IR。フラクタルのセントリターンに入れて使用。ギターはエクセルの EX-G。長野県安曇野市にあるギターショップ。さあ、サドウスキー、ベーカーなどが好きな人にはおすすめ。ここのオリジナルピックは世界最高と個人的には思っているうぷ主。小さめのマンドリンピックだな。ルカサーでおなじみ。写真の下側のピックがそう。上は、普通のフェンダーのティアドロップとジムダンロップのジャズ3。増崎隆氏や柴崎宏氏も愛用。両名とも本人のモデルが出てるぜ。増崎氏は小型のトライアングル。本人はそれも含めて小型マンドリンピックや他社のものを用途別に使い分けてるぜ。と、まあ初めてなのでつらつらやってみました。台本作った方がいいと思うし、やはり大変だな。続くかはわからないけど、気が向いたらまた作ります。自分の声を聞きながら編集という地獄が嫌なのがやった理由だしな。フェイスリブも考えたけど、喋りが大変なのよね。柴犬のカッパ園長は本当にすごいな、と感心したぜ。まったねー。バイバイ。